今度は逆のパターン、ヘディング決まった、アビスパ福岡同点に追いつきました。石津の同点ゴール、後半26分、アビスパ福岡追いつきました。得意のセットプレー、コーナーキックから石津にゴールが生まれました。今シーズン3得点目、この表情。